自由席は1号車から6号車と13号車から16号車です。こんにちは。今回の温泉はまたビール飲んでるよ。ちょっと時間に余裕ができたので伊豆急のアロハ電車で。ご乗車ありがとうございます。次は赤城に停まります。加藤6小野で到着です。赤城駅ではお客様の乗り降りが済みますとすぐに発車いたします。熱海で降りるお客様はご準備をしてお待ちください。熱海の出口左側です。稲取温泉に行きます。また温泉ですか？飽きないね。熱海に着いた。踊り子に乗り換えです。ビール飲んでるよ。ロイヤルエキスプレスだね。伊豆高原アロハ電車いた。Thank you.
ローアングルでもどうぞ。伊豆高原を発車します。またビール飲んでるよ。伊豆熱川には前にも金目電車できました。白田電車はただいま東伊豆海岸線を通過しております。
出口と乗車場をご覧いただくことも大変ございます。取り着きました。宿の車で送っていただきました。稲取温泉は初めて来ました。大きいホテルだね。なんかすごいとこ来ちゃった。いつもなんか最近は 5,6,000 円の安宿しか泊まってないから。だいたい一人で来ると端っこなんだよな。端っこは階段の近くか。まあいいけどね。はい、着きました。あ、超初見ですね。面白いな。扉で鍵を開く。はい、着きました。ここは何だっけ。稲取金水荘ですか。はい、着きました。もうすごいな。ここはトイレかな。トイレ。そして、あ、内風呂、内風呂もなんかちゃんとしてるね。わ、すごい。すごいな。おー、すごい。わ、すごいな。あららら。いやー、すごいな。いいとこ来たね。あらら。温泉は大きかったです。景色が良く、テレビは見なかった。
うん、こんなもんもついてた。こんなある宿は初めてかもしれない。ビールのサービスがありました。夕飯を食べに外出。伊豆稲取来ました。アロハ電車、アロハ電車持ってきました。なんか泊まったとこ結構あんな感じで、最近いない豪華な、ちょっと温泉はな、いまいちかもしれないけど、ご覧の通り伊豆湿度の一部だけで最高かなという感じです。帰りにここでお買い物しました。ここで食べました。翌日トレインビューありました。朝食。この汁物がうまかった。カレーを食べました。チェックアウト、駅まで送っていただきました。帰りはのんびり帰りました。ご視聴ありがとうございました。ただいま車両の冷却作業中です。ドアが開きます。